どうも、こなまるです。きーたろです。今日は初めまして、僕たち INI ですの特番の感想をやっていこうと思います。いやー、なんかやっぱりさ、こうやって特番があるとみんなわちゃわちゃしてるの見れてすごいいいね。ね、ありがたい、本当に、うん、ね、ありがたいよね。ちょっとまあフェンファンがさ、見学中、また見学してるやっぱ、まあ、いて同じ空間ってことがまあ安心ちゃ安心だけど、そうだね。なんかフェンファンの方向いてる時あったよね、うん、そうそう、みんななんかわーフェンファンみたいな感じでさ、うんうん、夏子さんの後ろなのか分かんないけどね、あったよね。でもね、やっぱりね、なんか見てて思ったの、みんなのわちゃわちゃっていうのもあるけど、やっぱりケミっぽい誰々と誰みたいな絡みがあるのがすごい、なんかね、胸がときめくというか、燃えるみたいな。わかる。なんか新たなケミとかもね、発見できたりしてすごい良かった。どのケミがさ、やっぱ良かったかな。そうだね、あの新しい発見としてはリヒトとヒロム、あの縦並びのね、ペアね。なんかリヒトとヒロムだから、なんかケミ名あるんかなと思って、なんかケミまとめでもやってないから、そうそう、調べたら、なんかどうやらリヒロムが有力な線らしいよ。あー、リヒロムいいね。まあ確かに繋がってる感じがいい。あのあれでしょ、しかもさ、リヒトくんが年下だけど、なんか可愛いとか言ってさ、わしゃ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 するとか言って、ヒロムがね、なんだよなんだよって、そう、めちゃめちゃなんかさ、その年上感なく、なんだろう、変に威張る感じでもない感じがよくない、うんね、年上なのにいじられるっていうのがいいよね。なんだよなんだよのヒロムがさ、なんかすごい人がワシャワシャする感じがね。なんだっけ、そっけない時はかまってほしいだっけ。そっけない時はかまってほしい。だからそのさ、そもそもその取説もさ、結構さ、 癖強いっていうか、結構、うん、結構なんかめんどくさいって夏子さんにも言われてたし高度だよね、うん、うん、結構難しいご注文取り扱い説明しろってよね。 ね、なんかさ、そっけない時ほどそっとしといてほしいとかさ、ね、見守っててほしいとかならわかるけどさ、そっけない時の方が構ってほしいんだね。なんかさ、ヒロムさ、やっぱなんかビジュアルいいよね。なんか思った、なんかやっぱ可愛いよね、ヒロムって、うん、ヒロム、なんかやっぱ動物みたい。オーディション中の時はもっとなんかちょっと勝つぞみたいなさ、感じのなんか攻める感じのオーラだったじゃん。うん、ちょっとギラギラしてる、ギラついてる感じね。ギラギラオーラが消えて、よりなんか柔らかい雰囲気になってて、それがなんかよりいいなって思ったんよね。あ、わかる。ほんわかしたね、ヒロムがね、見られたよね、たくさん。次の私がね、こう燃えたポイントというか、あのケミはマサニーとニシ君が、あのマサニーの取説で、実は僕甘えたがりですみたいな取説があった時に、うんうんうん、強いて言えば誰に甘えるみたいな感じになって、ニシ君を指し名して、それでおいでおいでって言って、取ってって言ってその後二人の笑顔がさ映るわけよ。オタク的にはさ、そういうの大好きだから、いや本当ね、あそこね、めちゃくちゃ萌えポイントだったんよね。西くんの膝元にね、まさにがポンってなって、で西くんがなんかポって支えてみたいな、うん、なんだったんあれすごいよね、うん、すごい。てか、なんだろう、まさにさ、まさにもヒロムと同じような感じで、この受かるぞみたいなギラつきからまた解放されて、より本来の、うん、この柔らかい、実は甘えたがりとか言っちゃう感じのマサギになったことがまた尊くない？あー、確かに、ね、そうだね。いやー、いいね。なんか本当の姿をどんどん見せてくれるようになったんだね。実はああいう甘えん坊さんの甘えん坊って何、かわいいね、うん、だってマサギ甘えん坊だったらもうファンはたまないやろ、みんな。いや本当だよね。だでさえちょっとかわいい感じなに、 あとなんかそのさ、ニシ君がそういうマサギになんか頼られてるみたいなところもいいよね。その西くんの懐の広さがさ、オーディション中からあったけど、うん、まさに受け止めるのは西くんしかおらんのかなと思うと、それもまたいいわけよ。心の拠り所がちゃんとあるっていうかさ、癒される場所があるっていうか、まあ、あとはさ、今回はやっぱり初めての共同作業、ケーキ作りに挑戦っていうところ、くじ引きでなんかチームみたいなの決めるじゃん。いやマジでどこ入りたい、それ聞く、どうしよっかないや私はね、やっぱりちょっとさ、ドスコイ色強いとこ好きだから、うん、ケーキ大かな。あ、うん、俺ケーキ中か小かどっちかだな。あごめん、2つ選んじゃった、うん、高巻的なとこかな。そうそうそう、だけどなんか、うん、中かな。あ、ほんと。まあそう、タジもおるしね。そうそうそう、でなんかショーはショーでこの二人を見ていたいから、なんか邪魔しちゃいけんなって思っちゃった。あーなるほどね。あー確かに確かに、ここのさ、ケーキショーの尾崎くんと藤巻くんの二人の感じめちゃくちゃ良かったよね。良かった、尾崎、うん、そう、尾崎って言うんだね、はい、この二人がさ、なんか
気は合うんですよ意外と、とか言ってて、なんかその会話の感じのテンポの良さもさいいし、尾崎くんがさケーキカットして、なんか最後すごいさ、途中までめっちゃ良かったのに最後失敗した時にポロッとケーキが落ちちゃって、うん、そこで、うん、あーみたいなさ、藤巻くんが言う感じもいいよ、うん、なんか彼優しそうだしさ、なんかあんまりそういう人に突っ込んだりとか強い口調とか言わなそうなのに、意外と尾崎くんに対してね結構強めなのが良かったよね。なんかさ、きょうちゃんさきょうちゃん呼び、きょうちゃん呼び、いやきょうちゃんさ、私やっぱりねちょっとずつねその魅力にハマっていってる感じがするわ。きょうちゃんかわいい。てかきょうちゃん基本的にさ静かそうだけど、そんなに静かそうでもないじゃん意外と。うん、意外と おしゃべりだよね。この感じなんかね、話しかけたら反応してくれると嬉しいみたいになっちゃって、藤巻くんにすごい話しかけてみたい。でもなんかこの2人のさ、このケーキさ、なんかあのプレートにチョコで文字書いてたり、見た目とかは割と結構コンパクトシンプルでさ、きょうちゃんが慎重な性格だからかわからんけど、結構なんか一番美味しそうっていうか、うん、正直これがこちらが美味しそうなのか他がちょっとすごいのかすごいとは、デコレーションがすごかったじゃん。もうデコレーションのもう渋滞だったよね。特にあのケーキ大の方とかすごいなんか、うん、わしゃわしゃわしゃってなんかフルーツがさいっぱいついてたり、さくらんぼに顔が描いてあったりとかちゃんと凝ってたよ。でもてかあの大きいケーキめちゃくちゃ作りづらそうだったもんね。いやそう、しかもさあの生クリームのくだりでさ、マサニーがさ、マサニーとかがあの大のチームがさ必死にさ泡立て器で混ぜてたじゃん。なんかリヒトとかオラ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 とか言って、うんうり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 とか言ってそうでさ、でも結局さずっとサラサラのままだったのかさ、秘密兵器登場とか言ってさハンドミキサー登場したじゃん。ずるいやつね。いやいや、でももうそもそも秘密兵器っていうかさ、用意してあげないよってちょっと思った。うん、いや、それ出すなら最初からだよって思うよね。さあの台の量は確かに手動じゃ難しそうだよね、うん、てかあとさ、そのなんかちょいちょいそのさ泡立てるとこのさ、なんだっけ、西くんかな、なんか西くんさちょいちょいなんかボケるんだけど、やっぱすごい絶妙に面白くないから、それがいいよね。なんかほんと面白くないじゃんわかる、西君ってちょっと刺さらないっていうかみんなにでもさその中でさケーキ中はさ手だけで生クリームちゃんと完成してさ、ヒロムとかさタジが頑張って、うん、生クリームさすごい固くなってさ出来上がった時に、なんかマサニーに見せに行くタジ、わかる、なんかマウントなのか自慢なのか僕たちやったよ手動でみたいな、そうそうほらみたいな、うん、なんかケーキ中のケーキはさあの横に名前書いてあるから、うん、それはそれでなんかよかったけど、うん、やっぱなんかちょっとすごいいろんな色使ってたね わかる。でも確かに背面にね文字書くってすごい難しそうなのにすごいちゃんと書いてたね。これさすごいさ思ったのはさ、ケーキ作りって言ってほとんどスポンジできてたから、ほぼほぼもうほぼほぼできてるなって思ったよねデコレーション大会だよね。さあまあどこのチームも全部さケーキすごい美味しそうにできてさ、完成って言ってその後試食とかしてたけどさ、なんかヒロムがさ7月5日かな、なんかあのツイッターでさ、今日はちょっとお腹を崩しちゃいました、京介が薬くれて無事治りましたっていうツイートしてて、なんかその時の写真がさこの初めまして INI ですの時の衣装だったわけよ。あーなるほど。だからもしかしたらこの時食べてお腹痛くなったのかなってちょっとね、コンドリさんたちはざわついてたよ。このケーキを食べたから壊したのか、もともとお腹壊してたけど頑張ってケーキ食べたのかみたいな、どっちにしろちょっとねどっちにしろかわいそうだよね。ねでも痛くなったってことはちゃんと食べたってことじゃん、調子悪かったとしても、うん、いや優しいなと思って確かに。あとなんかみんなで声揃えて言うところとか、尾崎くんとかちょいちょい MC っぽいっていうか仕切ってたりして、やっぱなんかうまいなって思ってさ、なんか今後 MC とかすごい任されても全然こなしそうだから、あ尾崎くん MC いいなとか勝手に思ったよ。わかる。なんか INI クラスではさ MJ がこの前ねやってたけど、うん、なんか MJ もすごい良かったけど、尾崎くんは尾崎くんでね、すごいなんか安定して、うん、声のトーンとかもいいし、うん、いい MC になりそうとは思ったね。なんかさ JO1 先輩はさ、うん、ヨナがリーダー兼 MC やってて、なんかヨナはさマジでなんかどん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  MC 力すごくなってったじゃん。そうだから今後誰になるんだろうって思った時に、青崎くんは、まあ、リーダー兼か
ってなるとなんかちょっと違う気もするけど、その MC とかはめちゃくちゃ任されそうな感じがする。わかる。しかもなんか結構さ、いじられキャラっていうか突っ込まれるじゃんみんなに、うん、なんか尾崎くんがちょっと変なこと言ってみんながシーンとして尾崎くんが突っ込むみたいなのとかもあったから、うん、あなんかすごくいいなと思った。 MJ のさ、 MJ の MC もいいなと思ったんだけど、でも MJ ってさガヤにも回ってほしいじゃん。うん、わかるわかるわかる、そうなんよ、うん、そう、なんか MJ のあの元気さはやっぱり MC じゃないところでなんとかだよみたいな感じで言ってくれるのがいいからさ、端っこからねちゃちゃ入れる感じね。MJ じゃなくてやっぱ尾崎くんかなっていう。でもまださ、うん、MC そのあんま見たことないからさ、まだみんなの、うん、うんうんうん、そう、実際には意外とこの人がみたいな。だってさ、ヨナが上手かったとかその時は分かんなかったじゃん実は、うん、分かんなかった。なんか気づいたら定着してたけどさ、全然ね知らなかったよね最初はね。そうそうそう、なんかしっかりしてるってイメージだと、うん、レン君とかの強かったからさ。でもなんか今となってはヨナめちゃくちゃ努力家だからか、すごいすごい上手いしさ。あ、でもなんかさ、フィンファンがそのビザ問題があるからだけど、うん、やっぱ早く本当にリーダーとかね決まって、なんかこの人ですって公表してほしいよね。であと今回はさ、あのやっぱり特番だったけど、やっぱ多分公表だったらさ絶対レギュラー化しそうじゃん、ギャオ様は。いや、するよねきっとね。うちら今までさ、ほら地上波と比較してこっちとらギャオとか言っちゃってたけど、うん、正直めちゃくちゃありがたいからさ、うん、なんかさあれらしいよ、ランキング総合のランキングとかギャオあるんだけど、再生とかの、うん、あれ1位とかだったりしたらしいよ、うん、INI。 あ、そうなんだ。そうだから、まあ、結構ありえそうだよね。ありえそう。しかもなんかシャープ1になってるから、2以降ね、2、3、4ってどんどんねシリーズ化してほしいね。てかしてくれるでしょ、うん、きっと、うん、うん。まあ違う名前かもしれないけど、めちゃくちゃね、うんうん、なんかやってほしいな。何回も場数踏まないと上手くならんからさ、なんかそういった意味でもやっぱりレギュラー化してほしいなっていう感じがするんよね。 J1 先輩やっぱりさ1年ぶりぐらいにちゃんとバラエティ見たらほんとすごかったからさ、 INI もそういう感じになってほしいなって思うわけよ。スカイとかすごいもんね。しかももうソロでね、他のそのバラエティ番組とか出てもね爪痕残せるもんね。大阪組が結構すごかったりするから、やっぱり土地柄なのか。あー、なるほど。 INI で言ったら何プリとか、うーんとか結構いい感じかもしれない、うん、ほら後藤くん実はボケたがりみたいな感じだったじゃん。いや、わかる。なんか後藤くんいろんなキャラ出してくるよね。そうそうそうだから後藤くんに地味に期待してるけど、すごい面白いかっていうとちょっとまだ分かんないからさ、うん、あとなんか割と雄大もオーバーリアクション目っていうか、なんかそう意外とバラエティ向いてるかもって思った。陽キャだし、そうだね、うん、反応いいよね。まあでもあとはさ、これで特番が終わっちゃったから、なんか次の楽しみが、大きな楽しみが何かさ、まあなんか発表 ないよね今のところ。私はちょっとね把握してなくて。そうだね、もう INI クラスとかを待つしかないのかな。あー、そっかそっかそうだね、 INI クラスか。あー、うん、そうだね。まあそうだね、それがあるだけでもだいぶ違うね、うん、予告ではさチーム戦って書いてあったから、まあ多分ね、うん、どこかであるんだろうけど、うん、でやっぱ正直歌って踊ってみたいなところちょっと早く見たいよね。うん、まあそれはあれなんかな、もうデビューするまでお預けなんかな。あー、まあでもそうだよね、もう早くティザーとか出てそれで沸きたいよね、うん、本当に。そうだね。